ねえ聞いて、めっちゃムカつく DM 来たんだけど聞いてもらっていい？いや別にいいんですけど、分かってるし自分でも。めっちゃムカつく DM 来たんですけど、ちょっと聞いてもらっていいですか？え、しかもね、なんかもう絵文字ついてるのですらうざいから。いくよ。ひゆなちゃんこんにちは。これね、まずこう、こんにちは、昨日の公演お疲れ様です、ピンクのハート。ひゆな、ゆうなファンだからこそ申し訳ないけど言わせてほしい。この絵文字ね、この絵文字。マジ最近お太りになられてない？この絵文字ね、これチラチラみたいな、チラみたいな絵文字。昨日17期と並んでるとことか写真見たけど、あのウエストのキュッとしまったスタイルのいいユーナはこれね、どこはてなどこって感じです。汗、これに汗ねこれに汗。七瀬に負けないいいスタイル持っているのにもったいないよ。これ少し頑張ってみない？これ3つ。いや分かってるんだよ、自分だって太ったことくらい分かってるのよ。いや本当に何様って感じ、本当に何様って感じ。じゃああなたのスタイル見せてくださいよって感じ。え、これは分かんない、おじさんだよね。これはファンじゃないくせに何を言ってるの。この人でもいつもこういうコメント送っては消して、こういうコメント送っては消してくるの。メンヘラかよメンヘラかよってなっちゃう。おじさんなのか分かんない、あえておじさんを作ってる人なのかおじさんなのか分かんない。ね、この人はいつもなんかうざくてスクショしちゃうもん。前も来たよねこの人から、確か。え、そう、 VR の時も来て、 VR 映像6位か厳しいじゃね、シチュエーションが服部のイメージに合ってない、正直可愛いってイメージに無理がある。あくびしてる、あくびしちゃってる。これがレミちゃんやナギちゃんならイメージぴったりなんだけど、グッジョブ。これ今の服部はどちらかというとクール系なイメージの方があった気がするな。でもこれもいちいちまた送信取り消ししてるんです。え、そう、別に送ってきて取り消さなくていいのに取り消してくるところがまたうざい、また引っかかる。でもおじさんってそんな送信取り消しもんで、なんか頭回んのかなっていう。まあでも頑張ってみないっていうアドバイスをいただけたので頑張ってみます。なんかアンチじゃないけど際どいアンチみたいな人ちょっとうーってなっちゃう。